海底遺跡。地球には不思議な多くの海底遺跡が多数残されています。天災や地殻変動で海に沈んでいった都市。こんにちは、藤吉田です。今回はそんなかつて地上にあったが何かの理由で海底に沈んだ世界の水中都市についてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。それでは行ってみましょう。イタリア、バイア海底遺跡。イタリア南部カンパニア州の町バイアにある海底遺跡。ナポリの西方約 15km に位置します。1956年イタリア空軍のパイロットがバイア上空から撮影した写真に海底遺跡が写っており、大きな話題となりました。4世紀の終わり頃から緩やかな地盤沈下の兆候が現れ、海岸が沈下するのに伴い海岸部の邸宅は放棄されていき、海に没していきました。見学エリアの水深は最大で6メートルほど、透明度も20メートル見えることもあるといいます。海底遺跡といえばダイビングで深く潜らないと見ることができないというイメージがありますが、ここは遺跡のある場所が水深が浅く透明度が高いので、水の中に入らなくても船で見ることができたり、スキンダイビングでも見ることができる珍しいスポットです。このほどバイア海底考古学公園として一般公開されることになりました。遺跡は古代ローマ貴族の屋敷の柱や色とりどりのモザイクやフレスコ壁画、浴場跡、石畳の通りや港跡があります。驚くべきことは2000年前のローマの保養地で贅沢な別荘がそのままストンと沈下した状態で、細かいタイルを敷き詰めたホールも壊れずにそのまま綺麗な模様が残されています。ではなぜ遺跡は海底に沈んだのでしょうか。紀元前1世紀頃、古代ローマの主要な港を抱えるナポリ北部の沿岸地域一帯は避暑・避寒のための人気保養地として大いに栄えました。しかし4世紀の終わり頃から緩やかな地盤沈下の兆候が現れ、海岸が沈下するのに伴い海岸部の邸宅は放棄されていき、海に没していきました。この地域は火山の影響を受け、地盤が隆起と沈下を起こし、かつて海辺にあった建物が見事海底に沈んだのだと考えられています。溶岩の圧力で今もなお地盤の上昇、下降が繰り返し起こる地盤変動があるようです。ギリシャ、パブロペトリ遺跡。古代都市パブロペトリはギリシアの南部にある海底遺跡です。約3000年前に地震と津波で水没した青銅器時代に繁栄した古代都市なのだそうです。このパブロペトリは1967年にギリシャ南部の海岸でニック・フレミング博士によって発見された新石器時代の港町です。博士によると、パブロペトリは海底に没したほとんどの古代遺跡よりも数千年は古いといいます。広さは推定10万平方キロ。僻地にあったために人間による破壊から逃れることができたようです。特に重要な発見は新石器時代の土器であり、これがこの古代都市の年代を知る手がかりとなりました。当初パブロペトリは青銅器時代に作られたものと考えられていたが、その後の調査でさらに1000年以上古いことが判明しました。2011年には大規模な調査計画が持ち上がり、推定されていたよりも大きな町であったことが判明しました。エーゲ海に沈んだ古代都市は
多くの人が行き来した王子の姿を今に伝えてくれるんですね。イスラエル、アトライトヤム遺跡。ハイファの南方約 13km にアトライトヤム村があり、1984年にこの村の海岸から沖へ約 400m、水深 9m から 12m の海底で紀元前8000年頃の新石器時代の住居跡群が確認されました。高度に発達した建物群が検出され、村の中で重要な建物には内庭があり、床を小石などで舗装している部屋も検出されました。食料とした閻魔小麦、農耕具のすき、くわ、斧、鎌、臼等が出土しました。動物の骨には羊、ガゼル、鹿、豚、牛があるそうです。エジプト、アレクサンドリア海底遺跡。1996年にエジプトのアレクサンドリア沖でクレオパトラの王宮跡ではと言われる海底遺構が発見されました。アレクサンドリアはもともとアレキサンダー大王が建設した一大都市でした。王子には全高130メートルはあったというファロスの大灯台があり、世界中の知識の域を集め、蔵書約70万冊のアレクサンドリア大図書館を持つ世界でも類を見ない大都市でした。4世紀以降、数度にわたって起こった地震、津波によって全てが失われてしまったと言われています。海底からスフィンクスの胸像などが見つかり、発掘は今も続いています。今後また新たな発見があるかもしれませんね。エジプト、ヘラクレイオン。古代エジプトの伝説の都市ヘラクレイオンは、アレクサンドリア近くのアブキール湾沖 6.5 キロメートルに沈んでいる遺跡で、かつては単なる伝説として語り継がれていたようですが、2000年にフランスの考古学者によって発見されました。以前はその都市の存在すら不明でしたが、発見されたことにより伝説が現実となりました。この都市は鳩場として利用されており、ナイルデルタの島に建てられた都市です。紀元前6から4世紀に栄えており、6から7世紀には謎の大洪水によって海の下に沈みました。ヘラクレイオンの名前の由来は、想像の通りギリシア神話のヘラクレスがこの地を訪れたということから由来しているとされています。エジプト、カノープス。アブキール湾沖にある都市カノープス、ファラオの彫像やスフィンクスの頭部などが発見されています。アレクサンドリア海底遺跡ヘラクレイオン、カノープスは地中海に面した町で、1992年以降、海洋考古学の学者によって発掘が開始されました。カノープスは女神イシスがオシリスの遺体の最後の部分を探し当てた場所として伝えられています。エジプト神話によると、オシリスは嫉妬に狂った弟セトに殺されました。オシリスの遺体を切断したセトは各部をエジプト中に隠しました。遺体をすべて探し出して壺の中に収めたイシスは、それをカノープスに隠したと伝えられています。中国、ライオンシティ。中国のとある湖でとんでもない発見がありました。それは湖底に沈む都市ライオンシティです。千島湖の底に沈む古代都市は中国の浙江省にあり、周りをライオン・マウンテンズという5つの山々に囲まれていることからライオンシティと呼ばれています。ライオンシティが建造されたのは1300年前だと言われ、まさに中国のアトランティスといったところです。265のアーチをはじめとする遺跡が発見され、町の全体はサッカーコート62面分であることが分かりました。ジャマイカ、ポートロイヤル。17世紀にジャマイカで繁栄した港町
カリブ海の海賊たちが分取ってきたお宝で大騒ぎするので栄えました。この町を根城に暴れ回ったのはイギリス系の海賊。ジャマイカはイギリスの植民地だったので、いわば国公認の海賊です。1692年6月7日に大地震が襲い、地震と津波によってなんとポートロイヤルの町の3分の2が海底に沈みました。ここには当時の町並みが南米のエメラルドの海に沈んでいます。いかがでしたでしょうか。観光もできる場所がある世界の魅力的な廃墟と荒れ地、歴史を肌で感じることができる空間で何か感じるものがあるかもしれません。ぜひ一度行ってみたいものですね。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。